はい、僕から3点あります。まず大阪市のですね、局長の公募を開始します。まあ、いろいろあの公募区長や公募校長に対しては最近のセクハラ問題、いろんな不祥事を持ってですね、公募制度についてはいろいろなご意見もいただいているところでありますが、僕は公募制度自体はこれは進めるべきだと、官民のその人材の流動性を高めるためにもですね、本当は日本全体でやっていかなきゃいけないんですが、日本全体で行われるまで待っておくわけにはいきませんので、大阪市においてはこの公募制というものは徹底してやっていきます。もちろんあの採用においてある意味俗人的な問題でそういう不祥事を起こしてしまう、そういう人材を採用してしまったという、そういうところはこれは責任を感じますけれども、しかし公募制度自体は僕は間違っていないというふうに思っていますので、今回も大阪市の局長を公募します。ただあの民間人外から人材を集めるということではなくて、これは内外公募ですから、大阪市の職員にも手を挙げてもらうと、そこでしっかりと審査を受けて、このある意味僕を支える局長というポジションなわけですから、これまでの市役所の組織の人事評価で上がってくるということではなくて、しっかりと審査をしてですね、きちっと僕自身が人事権を行使して任命しようと思っております。ただ市会事務局長はですね、ちょっとさすがにこれは議会、議長が任命権を持っているということもあるんですが、議会運営ということですので、これは先例とか議会のルール、そういうところが重視される、そういう職でもありますから、ここは公募ではなくてですね、組織内部からの登用と、ただこれは町内公募と、公募は公募なんですけれども、町内公募ということで対応します。任期は平成26年4月1日から29年の3月31日までと、組織マネジメント経験のある人であれば年齢は問いません。内部からの応募は部長級以上の職員と。問題はこの大都市制度が変わった場合にこの任期どうなるんだということになるんですが、これは当該局長のですね、そのポジション、そこに類するポストをきちんとこれは用意をします。この26年4月1日から29年3月31日までの3年、大統領制度が変わったことによって、これでおしまいというわけにはいきませんので、こういう形で、その際にはきちっと対応しようと、これは普通の職員の場合でも、配置転換といいますか、そういうことの努力をするのは当たり前の、経営者側の方としては当たり前のことですから、使用者側の方としては当たり前のことですから、それはしっかりやっていきます。処遇は外部と内部で、これは内部の場合にはある意味終身雇用といいますか、そういうものも保障され、退職金もありということもありますので、年収に差をつけておりますが、外部の場合には年収1300万円程度、内部の場合には年収1250万円程度、外部人材を積極的に活用していくためには、やっぱり処遇のところもしっかりこれは対応しなければいけないと思っております。応募の際に職務経歴書や論文などを提出してもらいまして、書類審査と外部有識者も含めた面接において選考します。論文課題、これは応募するですね、局が抱える主な経営課題とその解決策についてと、2000字程度、募集期間は9月の12日から10月の11日、約1ヶ月ですね、11日筆着とさせてもらいます。募集要項は市役所本庁舎4階の人事室人事課や各区役所で配布をします。また人事室のホームページからダウンロードすることもできます。
9月19日木曜日には東京で、9月の26日もこれも木曜日なんですけども大阪で、説明会を開催します。19日と26日、事前の申し込みは不要です。詳細は大阪市ホームページをご覧ください。まあ、とにかくこの公募制自体は僕は進めていくべきだというのを思っておりまして、これは内外から広く適任者をきちっと、募っていきたいと思いますので、どんどんこの大阪の今の改革にチャレンジしてくれる人材の方をですね、もう歓迎しますので、まあ、どんどん応募していただきたいと思っております。次は政策のちょっと一つ告知なんですが、塾大女性事業を全市展開します。利用申請を受け付けていますので、対象となるお子さんをお持ちのご家庭の皆さんにはですね、手続きを済ませていただきたいなと思っております。昨年度西成区で実施しました塾大女性事業が、12月から全市域24区に拡充して実施します。まあ、その後はですね、今度は、これは ある意味低所得者家庭の子どもさんに対する助成ということになっておりますけれども、次のステップとして、所得制限をかけますけれども、中学校1年2年3年生の子ども7割ぐらい、まあ、7、8割ぐらいにですね、配布をしていくような、そういうイメージでこれから拡大していこうと思っております。この塾大女性事業、まあ、利用を希望される方は申請が必要です。今月上旬にですね、学校を通じて生徒の皆さんに申請書類など関係書類を配布していますので、申請書類を10月15日、約1ヶ月後までに運営事務局宛てに送付をしてください。まあ、期限を過ぎても申請はできますけれども、12月からの利用はできなくなります。対象者には IC チップを内蔵したカードを交付しますので、学びたい教育内容を選択して利用してください。まさにバウチャーです。詳しくは大阪市塾大女性事業運営事務局と、もしくは大阪市ホームページで確認をしてください。大阪市ホームページで確認してもらえればすぐ分かるかと思います。対象者が約2万2000人と、市内に居住し一律中学校一律府立の特別支援学校中学部に通学している中学生の保護者と、就学援助制度の認定を受けている方になります。または生活保護を受給されている方、ここから出発でこの後子どもたち7割8割に拡大していきます。まずは経済的にサポートが必要なご家庭の子どもたちからまずサポートをしていきます。助成額は月額1万円を上限と。利用先は事業の趣旨に賛同し事前に登録された学習塾および文化スポーツ教室と。ですからこれ使えるその塾とかスポーツ教室文化教室も増やしていかなければなりません。まあ、このバウチャー方式で、僕は福祉政策のバウチャー化ということを維新の会でも、大きな方針として打ち出していますが、サービスの供給主体の方にお金を投じるんではなくて、サービスを受益する側、まさに子ども側の方にですね、このバウチャーを配布してですね、そして事業主の方には切磋琢磨してもらうと、事業者の方に補助金出してしまうとこれまでの行政と同じですから、そういうやり方を転換した、いわゆる供給者サイドから受益者サイドへ税を投入するという僕のずっと言ってきた政策理念のですね、かなり大型のこれ政策がやっと実現します。ですからこの事業に参加していただける事業者の皆さん、学習塾や文化スポーツ教室の皆さんにもどんどん参加をしていただきたいと思っております。今の段階で114の事業者の皆さんから参加の申し出をいただいております。今月末までに、登録をしていただけると12月からの事業開始に間に合います。来月以降も登録は随時受け付けますけれども、ちょっと12月からの事業には間に合わなくなるかと思います。
子どもたちの対象を広げていくのは、広げていくのは平成27年度以降、まあ、子どもたち7割ぐらいには、まあ、よほどの高額所得世帯の子ども以外の子どもにはですね、基本的にはこのバウチャーを配布していきたいと思っております。もう一つ、民間主導によるにぎわい創出の取り組みで、まあ、このスイートがですね、僕の知事時代に行政サイドで大阪府や大阪市はスイートスイートって言ってたんですけども、全然僕はスイートなんていう言葉知らなくてですね、知事になって初めて知ったというような、そんな状況で、あの頃あの船に乗せられたんですけども、中之島の方もどこもかしこも真っ暗で、こんなのつまんないなと、こんなんじゃスイートスイートって言ってても全然盛り上がらないし人も来ないですよねなんて話をしててですね、まあ、一つはライトアップと、もう一つはまあいろんなイベント、まあ、この2つで、このスイートっていうものをなんとか盛り上げることができないかというのを思ってたんですが、まあ、それから5年ですね、経ちまして、まあ、相当このスイートの事業というものが、こうレベルアップしてきたというか充実してきたように感じます。もうこれだと、まあ、観光のかなり観光のツールに使えるんじゃないのかななんていうふうに思っております。まあ、まずこのスイート大阪フェス2013水辺の町遊びというものなんですが、これは大阪府大阪市経済界が一体となりまして、スイート大阪フェス2013を開催します。会場図はこれですね、10月の11日から14日3日間ということですね。4日間ですね。メイン会場は中之島公園と、で今度は中之島ゲート、この西橋、これ僕も最初知事の時に言ったここ中卸市場のこの前のあの住友倉庫のあるところなんですけど、こんな最高の場所ないの、これ使えないのっていうことで、まあ、言っていろいろな話をこうしてきたところ、やっとこういう形でかなり楽しい場所として、こう皆さんにお知らせできるような状況になったなというふうに、まあ、思います。これ中之島公園ではピクニックリゾートと、中之島ゲート、まあ、ここはフードマジック、これが中之島公園の方ですね。こっちが中之島ゲート、あれこれ去年やったんですかね、これ中之島ゲートじゃないところですね、これ前あの福島区の区長がやったやつですね、これ大成功。まあ、まあでもこの中之島ゲートはこのスイート大阪フェスの会場としては今回が初めてで、非常に期待ができる、期待をしております。それからもう一つが僕もこれ行こうかなと思ってる水辺バルは出ないんですけど、この前のやつですね、水辺バルと、まあ、話いろいろこういう面白いよっていう声は聞いてたんですけれども、まあ、チケットで、乗船チケットと飲食チケットが合わさって、まあ、この一周ですね、僕もこれ本当にこれなんとか一周楽しい一周にしようよと、でもライトアップはこの辺だいぶライトアップできてますし、まあ、この辺はウォールペインティングでしたっけね、で遊歩道を作って、まあ、この道頓堀は前から大阪市が頑張ってくれてましたし、東横堀も経済界も頑張ってライトアップしてくれて、この橋はもう芸術品だから、この橋をなんとか見せるような芸術品として見せようよという話もしてたんですが、まあいよいよこういう形で水辺バルもですね、参加してもらえる地域がこう増えてきまして、まあ、非常に楽しいイベントになるんじゃないでしょうかね、多くの人に来ていただきたいです。これ前売りチケットはいつでしたっけ？3200円でですね、販売をいつからですか？もう売ってるんでしたっけ？12日、はい、本日から発売を始めております。いつまで？当日券も発売いたしますので、はい、それまで。どこで売ってるんですか？こちら水上バスのチケット売り場、八軒屋浜の船着き場でありますとか、淀屋橋港で販売しております。はい、3200円で、まあ、乗船券とそういう飲食の券が入っておりますので、ぜひ
船乗りながら楽しんでいただければと思ってます。これは中之島ゲートは10月の27まで、あ、そっか、スイートフェスが14日までで、まあ、それぞれあれなんですね。あ、そっか、これですね、中之島公園とかコアのやつが、まあ、コア、あ、水辺バルは12と10月の26、中之島公園の方が11から14、あ、そっか、だから11月の、あ、10月の11から14日までが、まあ、みんな重なってる、まあ、コア期間で、中之島ゲートの方は、もうちょっと長く、10月の下旬まで、やってるということです。スイート大阪のホームページで確認をしてください。まあ、このスイート大阪については今、民間の、チームにですね、しっかり運営の、まあ、こう主体になってもらって、やっぱり民間の力で、さまざま面白いこういう企画が展開されてますので、もっともっといろんなことをやっていきたいと思っております。それからもう一つは、さっきのが、中之島公園でのピクニックリゾートなんですが、この御堂筋ピクニックということで、スイートとは違うんですけども、御堂筋をこれからどんどん変えていきます。御堂筋沿道での、ちょっと先日告知させてもらったかも分かりませんが、上質なにぎわい実証事業ということで、まあ、御堂筋をですね、まあ、これからまあ、僕も知事時代の時、車が走るだけの道路じゃなくて、まあ、人がこう楽しめる御堂筋になんていうことをこう言って、そういうバコッとした方針のもとに局がいろいろこう頑張ってくれまして、御堂筋は今都市計画も変えて、ビルの高さ規制とか、人も住めるような都市計画に今変えておりますが、それから御堂筋の南側の方は車を止める社会実験もやりますけども、今回この御堂筋を使ってですね、いろんなお店といいますか、まあ、カフェといいますか、そういうものも出してもらおうということで、これは9月の20日から10月の20日、約1ヶ月間ですね。民間の皆さんに主体になってもらって、エンドビル1階の屋内空間やセットバック空間と、まあ、ちょっと道路が広くなっているところもありますので、まあ、そういうオープンスペースなどを活用したさまざまな実証事業が実施されます。1ヶ月間なんですけど、例えばということで、次がないんでしたっけ、フリップ、あ、そうですね、まあ、御堂筋で大阪マルシェ、これは大人前のオープンスペースでこういう位置をやります。それから御堂筋ワインデリ、これもちょっと僕も興味があるんですが、キッチンカーが登場しまして、ワインも飲めると、御堂筋でワインも、御堂筋でワインも飲めるということになってます。それから日本工芸パビリオン、ここは本町ガーデンシティの1階アトリウムですね。まあ、こういうところでちょっと御堂筋楽しんでもらいたいというふうに思っておりますので、多くの皆さんにお越しいただきたいと思っております。以上です。NHK の式です。局長の公募についてなんですけれども、市長ご自身もおっしゃってましたが、その先日セクハラで校長が処分されるということがありました。でその際に選考にですね、問題があったというふうにおっしゃられたと思うんですけれども、選考というか採用ですね、採用に、まあ、そういう人材を選んでしまったということです。それを踏まえて、その今回局長を採用するにあたって、こう工夫する点というかですね、採用の方法を変更する点というのはあるんですか？いや、それはもう採用しっかりやるしかないじゃないですか。NHK には不祥事を起こす社員いないんですかね。かつてインサイダー取引とかやった社員もいましたよね。それはいますよ、組織なんですから。大阪市のそれは組織だって、公務員試験で、選ばれてきても不祥事を起こす職員いるんですから。人間社会なんだから、それは不祥事を起こすっていうのはあるんじゃないですか、どこでも。だからそうならないようにしっかり採用していくということで、それは公募制自体が悪いってことではないと思いますよ。まあ、今回校長とかそういうことでいろいろ確かにね、批判を受けるところでありますけども、じゃあその学校の、まあ、校長含めてね、不祥事が今までなかったのかっていったらそうじゃないんですから。
あの人間組織でそれはあの不祥事をか不祥事がないようにそれはマネジメントしなければいけませんけども、今まで一切不祥事を犯したことのない組織なんてのは僕は見たことも聞いたこともないですけどね。だからしっかり採用やっていきます。そのしっかり採用していくというのはあの市長ご自身がこれまでよりもあの採用に積極的に関わっていくとそういうことなんでしょうか。そんなことでしっかりした採用とかなるわけないじゃないですか。 NHK の人事室に聞いてくださいよ。じゃあインサイダー取引をやったあの社員をどうして見抜けなかったのかなんて、そんなのは人事の採用ってそういうもんですよ。これは難しいですよ、人を選ぶっていうのはね。だって皆さんだって採用を受けるときに生の自分を全部さらけ出すわけないじゃないですか。それはあのいいところばっかり見せようと思ってあの採用試験を受けてるんじゃないですか。そういう中で人材を選ぶっていうのはこれは大変難しいことですよ。だから結果としてね、こういう不祥事が出た場合には、不祥事が出たときにはその不祥事事案としてしっかりそれは責任ある対応しなければいけませんけども、だからといってそれ採用の段階で何から何まで全部止めろって言ったってそれは不可能な話なんだね。だからもうしっかりやっていくしかないです。ありがとうございます。あとあのすみません、ちょっと話変わって塾代の助成事業についてなんですけれども、これ西成でその試験実施をあのされたかと思うんですが、その利用がですね、対象者 の, あの、まあ、4割程度にとどまっていると聞いているんですけれども、まずこの数字をそのどう捉えていらっしゃるかというのと、あの、まあ、おそらくよりあの多くの人に利用してほしいと思うんですが、そのためにその今回電子でやるにあたって、工夫する点というかそういうのがありますでしょうか。まあ、利用者の4割程度ということで最初そういう批判的な評価もありましたけども、僕からすれば4割もですけどね、絶対数で見てみたら相当な数だと思いますよ。だからいらないという人はもういらないんでいいんじゃないですか。あの必要だという人にあのしっかり、それを配布すると、いらないというんであればそれはもう仕方がないと思いますけどね。あの少しでもその家計の助けになればという思いで、こういう制度を作りましたけども、いらないということであれば仕方がないというふうに思いますよ。その利用を増やすための取り組みとかっていうのは特に、まあ、それは周知するとか、まあ、やっぱりこれは利用者が増えるというのはいい事業主に参加してもらわなきゃいけませんのでね、やっぱりこれは今のこのバウチャー制度っていうのはね、始めた時にあのスタートさせてだいたい熟してくるのにやっぱり1年2年3年かかりますよ。というのは供給者を行政がいい事業者、いいそのサービスの提供者っていうものを選んでそこに補助金を打つやり方じゃないですから、いい事業主っていうものはこのバウチャーの環境の中である意味市場の淘汰を、市場による淘汰を受けてね、最後いい事業主は残ってくるっていうのがこのバウチャー制度なわけですから、ちょっとそこもね勘違いされてるところがあって、今までの行政はいいサービス供給したいっていうものを行政が選んでそこに補助金を打つと、そこはいいあの事業主なんだっていうことが前提になってますけども、でもそんなことないってことはもうみんな分かってるわけですよ。でこのバウチャーっていうのは市場原理を使ってね、サービスの受益者の方にバウチャーを配って、でそれを獲得するためにさまざまな事業主がサービス合戦を展開してですね、でバウチャーを持ってる人が事業主をこう選択しながらいい事業主だけが残ってくる。だからやっぱり市場のメカニズムを使うので若干時間かかると思いますよ。だからこの一番子どもたちの求めるサービスに応える事業主がね、しっかり育ってきた段階で、これは需要と供給の、バランスですけども、その段階でまた利用者が増えてくるんじゃないでしょうかね。まあ、今の段階だとやっぱり塾なんかでもね、例えば月額3万円進学塾みたいな3万円取るようなところ、ここにね、じゃあ、家計のなかなか苦しいその世帯の子どもがね1万円のバウチャーもらったからといって残り差額2万円負担して、そういう進学塾とかそういうところの3万円の授業料のところに行けるかって言ったらそれ難しいですよ。確かに、残りの2万円の負担どうするんだと、じゃあまたその2万円埋めろって言ったらそれはもうとてつもなく財源が増えていきますから、まあやっぱり初っ端のね、子どもたちには申し訳ないけれども、まあ、こういう制度がある程度根付いてくると、そうするとバウチャー1万円に合わせたサービスの提供者っていうものが必ず出てくるというふうに思ってますね、僕は。だからこのバウチャー獲得のために、いい事業主が塾やそのスポーツ教室の本当にこの子どもたちのニーズにきちっと応えるような、それはサービスの質も金額においても応えるようなね、そういう事業主が育ってきた段階で、
まあ、この制度がある意味完成するのかなというふうに思ってます。それはその、27年度にっていうことなんですか。分かりません、それは市場メカニズムなんですから。そのこれからの2年間 の検証も経て、その27年度に、まあ、さらに拡大するときにですね、その生かしていくって、そういう理解でよろしいですか。今検証しよりも市場メカニズムで育っていくんですから、検証よりもそのメカニズムの方を信頼するしかないじゃないですか。もう27年度にはもう子どもたちのその範囲を広げます。財源必要ですから、僕のやるべき仕事はそのお金を用意することですね。すみません、 NHK の藤本です。よろしくお願いします。午前中ですね、はい、府庁の方で松井知事と打ち合わせされたかと思います、ね、打ち合わせの内容というのはどういう。いや、それクローズでやってないですから、松井知事に聞いてください。その大都市、制度 の、まあ、特別区設置の法廷協議会についての打ち合わせです。今度の法廷協議会、僕らが答弁者に立つんでね、その打ち合わせです。それで明日その法廷協議があってですね、前回パッケージ案というのが示されて、いよいよこう中枢議論の中枢というかところに入っていくかと思うんですけども、はい、慎重、都構想に慎重だったり、あるいは反対の表明をされている会派からはですね、またこう活発な意見が出るかと思うんですが、明日に向けてその市長のお立場としてはですね、その打開策としてどういうその論点を持って、打開策というか。それは事前に言うことじゃないでしょ。それは言ったら相手どうするんですか。それに合わせてまたついてくるじゃないですか。そういう話は明日聞いてもらってから質問してください。わかりました、はい、以上です。ABC の木原です。よろしくお願いします、はい、まず局長公募の件ですけれども、はい、市会事務局長は慣習等があるので、うん、民間から応募しない、公募しないということですけど、そこにこそ入れるべきだと思うんですが、そのつまらない慣習とかですね、縛られている議会に民間の声を入れるべきだと思うんです。これ議会が反対してるんですか。そういうことはやっぱり議員が決めることだと思うんですね。議会事務局長が決めることではないと思うので、まあ議会の慣行先例のじゃ あ制定主体は誰なのかって言ったら、これはもうご指摘の通り、実質は事務局が仕切ってるんでしょうね。でそこで、まあ、ある意味議員の皆さんそれに全部従ってるところもあるんでしょうけども、でも議会が動けばこれルール変えれますんでね。で、まあ、正直この事務局長のところだけに民間の人ポンと置いても、日々の議会運営実務ってもね、やっぱりこれちょっと難しいかなと思います。いろんな視点で改革をしていくっていう、そういう発想は出るのかも分かりませんけども、日々の議会運営実務っていうのはちょっとなかなか民間では難しいかなっていう、まあ、思いがあってですね、こういう形にしました。でまた任命権者が議長ということもありますので、議会の意見も聞いております。議会としてはやはり内部の方がいいという。まあそうですね、わかりました。それとですね、例の校長のセクハラの件ですけれども、やはりまずその公募の是非の話とは別に、はいはい、校長の事案について、うん、やはりその研修の結果、うん、校長に戻るということについては、保護者の間でも反対が多いです。私も保護者の一人として疑問があるんですけれども、やはり公募校長として資質がないと見なされるような内容だと思うんですけれども、校長として採用された以上、校長してとの資質がないならば辞めさせるべきじゃないですかね。今の時点でそれはまだ早いんじゃないでしょうかね。まあ、校長としての資質っていうところに何を求めるかっていうところはありますけどもね、この研修が終わった時のその状況とか、そういうものを見ても僕はいいんじゃないのかなというのは思いますよ。一般の職員であればね、それでいいと思うんですけれども、やはり文言やメールを見ると、これはとても校長の発するような言葉ではないと私は思うんですけれども、どうしてそんなに公募校長に甘いんですか。いや、甘くないですよ。自分のところ の生徒にもしそういうことをやれば、これはもう大変な問題ですけどもね、人間そんな完璧なんですかね。
成長して職員の場合失敗しても更迭され降格なりがあって成長していくっていう面はあると思いますけれども、少なくとも公募校長は完成された人を選んで校長として赴任してるわけですよね。ですからそこはしか基準が違っても当然だと思うんですけど、校長先生って言っても神様じゃないですからね。僕はだからそんなどうなんですか、じゃあ大阪市の職員だってもしそんなことを言い出したら全部免職かってことになってしまいますよ。だから今申し上げたように一般職員とは違う基準でやるべきじゃないかなと思うんですけど、違う基準でやって今回減給6ヶ月なんじゃないでしょうかね。タバコやその今日もマイカー通勤で定職食らいましたけれども、タバコで免職になる人もいる中で、免職にはあれはだから自主でしょ、まあ、定職が基準になっている中でね、あまりにも甘いんじゃないかと思いますけれど、でも減給6ヶ月って言ったらかなり重いんじゃないですか。はい、市長らしくないなと思いますけど、まあそういう、いやそうですかね。他の事例もこれは表に出てない事例はやっぱり多分皆さん知らない事例があると思いますんでね、懲戒処分で公表されてない事例がありますよ。非常に、曖昧不明な処分をやってる事例も今までの教育委員会ではありました、はい、だからそれを正していきますこれから、はい。でその公募校長そのものの話をしたいんですが、公募で民間の地点を入れるということ自体は私も否定しないし賛成ですけれども、来年度その35人数を決めてね大量に取るとなると倍率も4倍に下がってますし、やはり蘇生乱造になるという恐れは十分にあると思うんですけれども、その点いかがでしょうか。教育委員の方からは今回の応募者はかなりレベルが高いというふうに聞いてます。論文もかなり変えたんですかね、論文変えたのかなちょっと分かんないですけど、論文変えてるの、あ、教育委員会聞かないですか。でもレベルは高いというふうに僕は聞いてますけどもね。だから絶対基準引いてますから、どう考えてもダメだっていうのはもうそれはダメですけどもね。ただ絶対基準をクリアした上においては民間35内部34ですか、絶対基準を超えたらまあそういう大体ボリュームでやっていきましょうと。これはね、今回のこういう問題が起きたら、まあ、もちろんこれ批判を受けるのはそれはその通りなんですけどもね、やっぱり外部からの意見というもので非常にこれはね、効果の方が高いです。で今までの内部の校長さんだったら気づかないこと言わないこと当たり前だと思っていること、まあこんなもんだろうということでやってきたということがやっぱり外部から入ってくるとね、ここは違うんじゃないか、ここはこうじゃないかっていうそういう意見がどんどん出てきて、ただ今はそれ意見の言いっぱなしですから、1年前の公募区長と同じような状況ですけどもね、これは非常にいいことだと思いますよ。やっぱり教育行政として当たり前のようにやってたことがやっぱりこれは当たり前じゃなかったんだなっていうことがねどんどん明らかになってくる。だから公募校長はスーパーマン校長を求めていません。あくまでも今までやってきたその教育行政のやり方に縛られない、そういうところにどっぷり使っていない外部の視点で、これまでのやり方の間違ってたところ、まあ、率直なその普通の外の感覚そういうものを教育行政に持ち込みたいというそういう発想ですから、僕はやっぱり、まあ、スーパーマン校長ではなく外部の人が入ってくるということには非常に意義があるというふうに思ってますけどもね。その意義は全くその通りだと思うんですが、うん、ただどうしてもその数を増やすことが目的化してるんじゃないかという気がして、そうすると逆にこういう問題が次々起これば民間校長ダメじゃないかというふうにならないかと思いますけれどもね。一定のその量がないと外からの人が入ってきても他勢に無勢で、全く意味ありません。だからやっぱり一定のボリュームは必要なんですよこれは。だからその一定のボリュームをある意味確保するまではこれは数が増やしていきます。その間の初期不良のねは仕方がないという考え方なんですか。その間の増やすためには初期の段階では増やさなきゃいけないので、ある程度、まあ、言葉悪いですが不良品が混ざるのは仕方がないということです。じゃあそれを恐れて増やさないのかっていう話ですよね。これはどんだけ厳格にやったとしても不祥事を起こさない、絶対ゼロだ、不祥事は絶対に起こさないなんていうそんな保証は絶対できないですよ。
で、だって今の内部校長でもそういう不祥事ってものはあるんですもん。だからこれはもうある意味どういう方向性でいくかってことだと思いますよ。そういう、まあこういう不祥事が出たからまた内部登用だけにすると言っても、内部登用の校長でいろいろ問題があったから公募にしたわけじゃないですか。今の教育現場、教育行政というものがね、じゃあ保護者から本当に信頼を勝ち得ていたのか、もっと言えば今の教育現場については僕はいろいろな問題点というか問題意識持ってますからね。だから今回の事例をもってやっぱり外からの人間ダメだ、内部登用者だと言ったら、じゃあ内部登用の今までの教育行政です、それでいいんですかと。だから比較すべきなのは、不祥事が出たからこの新しい取り組みがダメだとか、まあ、大阪都構想の時でも何でもそうなんですけど、新しいことをやったらそこで何か問題あったらそれはやめるのかどうなのかって議論になりますけど、今の状態と比べてどっちがいいのかっていう比較優位の話だと思うんですけどね。でその時に確かにそれは今回の事態を生じた場合にはね、これはきちんと対話していかなければいけませんけども、じゃあ今までと同じような状態でいいのかって言ったらそれも違うと思いますけどもね。だって体罰一つとってもですよ、なんで体罰禁止っていうことをあれだけこれだけメディアも言い、教育委員会も通知を出して現場では全然収まってないじゃないですか。全然校長のマネジメントなんか聞いてないじゃないですか。だから確かにセクハラはダメです、これはアウトですけどもね、だけれどもこれからの研修次第ですよ、研修して復帰できるかどうかっていうのは最後また教育委員会が判断すると思うんですけども、やっぱりこの校長セクハラはもうダメだし、民間人としてのおごりがあったことも間違いないですけどもね、しかしこれまで教育委員会が取り上げなかったようなこと、そういうことに関してこれはおかしいと、これは隠蔽じゃないかというようなことを声を上げていたことも確かです。だからある意味総合判断でね、そういうことも何にもない、何のその教育現場におけるメリット性も全く感じないような、そういう人がセクハラだけを犯したって言ったらアウトですよ。でもこの校長はまあ教育委員会の今の教育委員会制度が全部悪いとは言いませんが、さまざまなその隠蔽体質的なものを変えていくという強い意思を持ってたのも間違いありません。だからそこはまた皆さんにぜひそういう視点でセクハラについても厳しくこれは取材をやって批判をしてください。でも教育行政のどういうところに問題意識を持ってたのか、その点についても合わせて聞いてもらいたいなというふうに思うんですけどもね。だからセクハラ問題についてはこれはもう絶対アウト、でも彼がやろうと思ってたそのことについては、それは今のね大阪市の職員とか大阪市の教育委員会の幹部にそれは聞けば甘いだとか、こんなのは公募制を守るためだとか、そんなこと言いますけども、隠蔽体質があったのはこれは大阪市役所だって大阪市の教育委員会だってそうなんですから。だからそういうものを暴こうというふうなことは僕はそっちの方を買ってますけどもね。ただセクハラアウトですから、あとは研修で本当に復職できるのかどうなのか、まあ、そこは教育委員会にしっかり見てもらいたいですけどもね。それは今の校長さんで本当にマネジメントできてるんだったら体罰問題だと起きないですよ。それは終わってるはずだと。体罰問題もあんだけやめようって言ってるのに何にも教育現場聞いてもいないじゃないですか。わかりました。引き続き取材をします、はい。それとごめんなさい、もう1点と大阪都構想関連で、明日の協議会に合わせてでしょうか、自民党の大阪府連が、まあ、都構想の問題点をホームページで明らかにしていくということなんですが、で今後 その住民投票に向けての、まあ、候補の在り方について伺いたいんですけどもね、はい。まあ、自民党や反対している政党は当然反対の方向で候補するんでしょう。で維新の会としてはタウンミーティングなどを通じて、メリットを訴えていくことだと思うんですけれども、行政としてはあくまで中立な情報提供をするという理解でよろしいんでしょうか。今やってることをしっかりと説明していく。ただ行政といってもこれはもう選挙で、僕と松井知事が当選したわけで、この設計図自体については知事市長案でもあるわけですからね。僕は当然賛成の立場でこれ作ってるわけですから、そういうものが出てくるとそれはこれはいいですよって話にはなりますけれども、政治的な意味合いは込めません。
今やってる資料とかそういうところをしっかりと出していく。で行政的に、メリットとかこのやりたいこととか意義効果とかそういうことは行政的にしっかりと詰めていきますけどもね。でその結果の住民投票なんですが特別区設置法には投票率の規定がないので、このままだと非常に低い投票率でも、可決もしくは否決されてしまう可能性があるわけですけれども、市長としてはどれぐらいの投票率は最低限必要だと思っていますか。いやもう僕はこれは過半数ですから投票率はもう関係ないというのが法の趣旨ですからね。もうそれは大阪市民の皆さんの判断だと思いますね。憲法問題じゃないのでね。やはりこれだけの大阪の将来を決めることなので、私はその少なくとも半分以上の人が投票に行くべきじゃないかなと思うんですけど。ただそれはとんでもない住民投票ですよ。半分が投票に行くって言ったら、半分を超える住民投票たくさんありますよ。いやありますけど、それを最低要件にするっていうのはね、それは憲法問題とかだったらそういうこともあるのかも分かりませんけども、法に書いてないので要件にはできないということは分かった上でお聞きしてるんですけども、ただ、市長としてはどうお考えなのかなと。だって僕はこれ特別区の設置っていうのはね、これまた法廷協議会で議論しようと思ってますけども、大都市制度を変えていく中の一つの行政機構の変革の、一つのパーツにしか過ぎないわけですよ。だから本来であれば二元行政の話とかね、民営化の話とか市政改革の話とか、いろんなものがある中のその特別区の設置っていう一つのパーツなので、僕はこれ組織改変の話なんていうのはそんな大げさな話じゃないと思いますよ。仕事の役所同士の仕事の役割分担だけなんですから。だから個人のその権利をね制限するとか、個人の自由を侵害していくとか、まさに憲法秩序というものを変えていくような話であれば、今言ったような厳格の要件が必要なんでしょうけど、言ったら役所組織の再編ですもん。それは ABC の営業部門と 編成部門をどうやってちょっと組み立て直そうかとか、そんなことだと思いますけどね。そうは思いませんけど。そうですか。じゃあ逆に言うとですね、例えばじゃあ体操に考えすぎなんじゃないですか。だって役所を組み替えるだけなんですもん、仕事の役割分担というかね。それで新しい役所の姿にして、その今度また主張はしていきますけども、この大阪の成長戦略とかそういうものを牽引していこうという、ある意味組織再編の話ですからね。じゃあ逆に言うとね、例えば投票率が 40% ぐらいだったとすると、2割程度の人が反対しただけで大阪都構想はなくなってしまうということもあり得るけど、それはそれで構わないということですか。だって投票率を設けたところで、そこの投票をクリアしなかったら、それはそれでまた都構想成立しないわけでしょ。だからそれはもう反対されたら反対されたで、投票要件を設けた方がよりハードルは高くなる、厳格な要件になるんじゃないでしょうかね。だからもう投票権はもうそれは市民の皆さんの良識に委ねて、関心なければいかないって話にもなるし、関心ある人の中で決めていくってことでいいんじゃないですか。役所の再編なんですもん。そんなんで決めていいんでしょうか。いや僕はそれでだって直ちに個人の権利義務をなんか侵害するような話じゃないですからね。統治機構の改革っていうのはそういうことだと思いますよ。そしたらこれ大阪府市でこういう話をしてますけどもね、もっと普通に考えれば霞が関の省庁再編の時に国民投票しますかってことなんですよ。僕は霞が関の省庁再編の話がたまたまそれの地方版というかそういうもんだと思いますけどね。出先機関の丸ごと移管とか、別に国民投票は住民投票はないと思うんですよ。国交省から関西広域連合に移しますっていう話をですね。だから大阪市っていうところから区役所の方に仕事を移しますっていうことに、そんなに過度に住民投票っていうものを敏感になる必要はないと思うんですけどね。なるべく投票率上げるような、それは公募活動、分かりました。情報提供お願いします。はい、読売新聞の木下です。今のお話で出ました校長のセクハラですけれども、この先生がこれまで取り上げなかったようなことを声を上げて、で隠蔽体質をこう変えていこうとされてたと。これ具体的にどのようなことをおっしゃっておられたんでしょうか。いや、それはちょっと教育委員会マターなのでね、伝聞とかそういうことになりますから、教育委員会の方に取材をしていただけたらと思うんですけどもね。
市長は直接この校長とお話をされたりっていうことではないんですか。ないです。顛末書とかいろんなもの出してるみたいですけども、ただ厳しい指導が必要なのは間違いないです。その顛末書とかでもね、言い訳めいたことも多いし、問題であることはもう間違いないですよ、その局長公募でも出ましたけれども、その民間から人材を集める大きな理由が、その高いマネジメント力を発揮して組織を変えてもらうと。で、今回のようなこのセクハラ事案ですと、マネジメント力を発揮しようにも、その信頼を失っていると、そもそもマネジメントができないんじゃないかというような気もしますけれども、そのあたりはいかがでしょうか。まあ、できなくなったら、その時にまた考えたらいいんじゃないでしょうかね。研修の結果を見て、戻す方向でというのは、市長のお考えでは。これね、生徒にね、本当に何かそういうことをやったといったら、これもう大変なことですけどもね、まあこれだから、あとは感覚だと思うんですけど、ワンチャンスを与えられない事案ですかね。もうあとは感覚なんですけどもね、僕は一般の職員でもワンチャンス与えますよ、仮に局長でも。ワンチャンスを与えるという考えはもちろんあると思いますし、共感もしますけれども、そもそも公募、校長公募したその趣旨を考えると、そのマネジメント、今のもともとの校長ではその足りなかった部分を補ってもらいたいと、民間で培われた力を生かしてもらいたいという趣旨だったと思うんですけれども、その趣旨で見ると、今回の事案はそこを差し引いて、もうなお戻っていただく事案かどうかというところでお聞きをしているんですが、市長はそれでもやはりワンチャンス与えて、見た方がいいと。まあ、プラスマイナスというよりもね、失敗をした人間に対してどういうふうに対応するかということだと思いますけどね、それは人間失敗しますから。で、絶対に許されない失敗と、ワンチャンスを与えてもいい失敗と、この区分けだと思いますね。で、僕は今回は絶対に許されない失敗だとは今回は思っていません。ワンチャンスもう一回与えて、もう一回認識を改めて、出直してくるんだったら出直してこいと。ただ検証終わった時にね、出直しが不可能だったらもうそれはやめてもらうと。だから一回研修を入れると。だって、まあ、本当にそうであればね、日本の公務員制度の分限制度なんていうのはこんなに、頭悩ますことないと思いますよ。だから今回、大阪市でも大阪府でもやっぱりダメな職員もいるわけで、頑張ってる職員もいるけれどもダメな職員もいるわけでね、そうどうしようっていうふうに考えたときには相当なプロセスを引いて何度も何度もチャンスを与えるんですよ、で、そういう中でね、本当にダメだって言ったらアウトですよ。で、今回の件は事案としてその非正というか、この悪い部分が軽いかというのは全然軽くないですよ。こんなの大人というか社会人ではあるまじきことですよ。だけども絶対的にもう許せない話なのか、厳しい処分と厳しい指導のもとにワンチャンスを与える事案なのかといえば、僕はワンチャンスを与えることができる事案だというふうに思ってます。これはもう世間の感覚としてどうかっていうのはいろいろあると思いますんで、そこではもう批判はもうそれは僕は受けますけどもね、僕は世の中そんな失敗とかそういうのはそれは許されないことであるけれども、それはそうならないように厳しく指導もいろいろこうやっていかなきゃいけないけれども、本当に反省してもう一回出直すっていうんだったら、本当にもうアウトっていうことでない限りはワンチャンス与えるべきでないかなというのを思います。虚偽記載やったとかね、前の公僕長の時だって虚偽記載やったんでアウトですよ。そうじゃなかったらそれはワンチャンスですよ。僕に対しての態度振る舞いとか組織の中での態度振る舞いが悪いってことだったらさ、ワンチャンス事案ですけども、さすがにその経歴のその詐称っていう、まあそれも僕は経歴の詐称っていうところも、まあそんな実際面接の時に経歴まで見てね選んだわけじゃないから、
まあそれもワンチャンスかなというのを思ったけれども、その年金記録のその偽造というものはこれはやっぱりもうアウトということでああいうふうにしましたけどもね。もうあとはだからどう考えるかっていうもう本当に感覚の問題じゃないでしょうかね。悪いことは悪い、これはもう絶対許されないことで、もう本当に愚かなことですよこんなのは。この校長がやったのはで、ずっと見ても民間での自分の仕事の、まあ、状況とかそういうのですごいおごりもあっただろうし、で行政をバカにしてたところもあります。何でもかんでも行政っていうのはこうだああだって文句を言ってるようなね、そういうところもある。でもそういう意味で今までの行政、まあ、教育行政について問題意識が強いことも確かだった。いろんなことを考えたときに自分の抱える子どもに対しての話じゃない、それ保護者だからいいってわけではないですよ、保護者だからいいってわけではないけども、本当にワンチャンスを与えられない事案かといったら僕はそうじゃないというふうに僕は思ってましてね。それはこれ弁護士サイドの方についてだってそう思いますよ。もし仮にこれワンチャンスを与えられなかったら、だってまあこれは僕の特殊事情かもわからないけども、相当大変なことをやっても司法の世界ではワンチャンスを与えられるんですよ。でそれと比べたときにワンチャンスが与えられない事案なのかって、僕はそんな世の中は嫌ですけどもね。だからワンチャンスを与える、で指導も研修もやる、でそれで、復活できるようなそういう人材になってなければもうアウトと。だから頑張って研修受けて、もう一回今までもうマイナス1万点ぐらいまでなったんだったら、この1万点を取り戻すぐらいまで必死にやってもらわないと困りますね。ただ本人耐えれるかどうか分かんないですよ。今メディアがものすごい取材構成かけてるから、もう多分精神的にこういう状況になると追い込まれてくると思うんでね、本人が本当に復職する意思があるのかどうなのか、そこはまた教育委員会にも確認しますけれども、僕は世の中そんなに許容性のない世の中っていうのは嫌ですけどもね。自分自身が失敗もよく、もう失敗だらけの人生だから、それはワンチャンスがあったからここまでこうやってやってきてますけど、ワンチャンスは必要だと思いますよ。だからタバコと比べて重い軽いと言われてますけど、別にタバコ吸ってそれは停職1ヶ月で、これは服務規律プロジェクトチームの方で組織の方が何遍も決めたルールなのに、従わないから停職1ヶ月ってしてますけども、やめろとは言ってないんでね。消防署 その署長の場合には、まあ、これはやっぱり今までの公務員 その関係と消防署長ということとタバコの火というところがあったので、自らそういうふうに判断されたのかもわからないですけども、僕はワンチャンスの事案でもあるというふうに思ってますからね。ただ自分がもうやっぱり今までの公務員人生の中で、それは良しとしないということで辞められるということだったら、それはものすごい潔いことだというふうに思いますけども、それでもあの事案はワンチャンス事案だと思いますよ。だってそれは司法記者に聞いてみてくださいよ、どんな事案で世の中をワンチャンス与えてるのかね。それは人を傷つけ、人を殺めてもですよ、それでもワンチャンスをね、与えようっていうのが今のこの日本の社会のそういうものなんじゃないですかね。だから悪いことは悪い、この校長がやったことはとんでもない、だからどんどん厳しく批判してほしいし、ろくでもないと、おごり高ぶって、とんでもないとそういうことを言っても、その話とワンチャンスを与えるかどうかっていうのは僕は別の話だと思いますけどもね。だから研修見て、そこでどういうふうになるのかを見てもらって、やっぱりこれダメだよねっていうことだったらアウトでいいんじゃないですか。で一回こういうことがあって、それでまた現場の方が以前そういうことでね、こういう事案があったから現場が言うことを聞かないって言ったら、それはまた現場の問題だと思いますよ。現場側の問題であるということですか。だってしっかり反省して、ちゃんとできるようなことで決意してね、戻ってきたのに、過去のその一時を持って、俺はこの校長のことを聞かないって言ったら、そしたら一度そのいわゆる刑法か何かで犯罪で、誤ったことをやった人がね、二度と立ち直れなくなるじゃないですか、過去のことばっかり言われて。だからまあこの問題のことになるとうわーってこうなりますけど、もっと日本社会の全体のことを考えたら、もっと日本社会っていうのは許容性のある社会ですよ。それが司法の場で、ある意味確立された一つのルールでね、世の中それは失敗は厳しく批判する、追及する、でもだからといって何から何まで全否定はしないっていうのが、僕は日本の社会の根本のところの考え方だというふうに僕は思ってますけどもね。
かりました。ありがとうございます。朝新聞の染田です。よろしくお願いします。昨日提出した国家戦略トップの御堂筋のチャレンジトップについてなんですけれども、はいはい、2点ありまして、1点目は部局の作ったそのアイディアという資料を見ると、かなり荒いというかですね、他のプロジェクトに比べるとかなり荒い感じがするんですが、これはやはりその部局が府市で作ってきたプロジェクトを知事市長が見られて、ちょっとやっぱとんがったものがないというので、こう知事市長案として最後に突っ込んだみたいな、そういう感じだったんでしょうか。行政が作ったのが細かすぎるんです。規制改革がこれ主体なんですから、今回僕らが指導して作ったあれでいいんですよ、あの程度で。行政が作った方がプロジェクトをこう練りに練って、ああいうふうにやってますけどもね、特区なんてのはそういうもんじゃないです。あれはだからもう反対とかなんとかって決め打ちかかってこうプロジェクトやってるでしょ。そこはそこで頑張ってもらいたいですけども、もともと僕はだからターゲティングポリシーの考え方は取らないっていうのを言ってるんでね、プロジェクトとかそういうことを行政サイドのが練りに練るっていうのは違うというふうに思ってますから、その自由な、そのまさにプロジェクトが、いろんなプロジェクトが生まれてくるような環境を整えるのが行政の役割だっていうのは、それはもうそういう政治的な考え方の違いだと思いますけどもね。だからイノベーション特区 の民主党の特区の時だって、僕はもうあれおかしいということを言い続けてきたわけですよ。そのプロジェクトの熟度がまだ低いとかね、プロジェクトにストーリー性がないとか、役所がなんやかんや言ってて、そんないろんなプロジェクトを考えて事業を成功させる、そういう能力があるんだったら経営者の方になったらいいじゃないですか。あんなのは今大阪市、大阪府が出した事業のプロジェクト、特区の申請っていうのは、あれは事業主体が考えていく、ある意味事業計画ですよ、もう。でも行政がやるっていうのは事業計画をいろいろ考えるんじゃなくて、いろんなその事業主がプロジェクトを立ち上げることのできる環境整備の方なのでね、だから御堂筋のチャレンジ特区のあの程度でいいんだと思いますよ。あとそこに人材が来て、その人材を獲得するための企業が来て、どういうふうに展開するかはもうその企業サイドが考えることじゃないですか。だから行政がやったことは否定はしませんけども、あれはだから僕は細かすぎるね、もうあそこまで事業計画、もうあれ事業計画だと思ってますから、あれは本来は特区というものを公が設定した中で集まってきた事業主があれやこれや考えてやったらいいことだと思うんですけどね。ただ今回はその国の方が選ぶ、たくさんで応募されてきたものを選ぶということになって、やっぱりそれにはこう差をつけるときにやっぱりある程度具体化してないと、例えばじゃあその年収制限いくらなのかとか、じゃあどの法制をどうやって変えて、どういうこの例えば適用除外するのかっていうのをかっちりしたものじゃないと、なかなか選ぶ側としては難しいんじゃないかというような気もするんですが、いやさ、協議してこれから規制改革をやっていくんですから、事業のプロジェクトを出したからといってそれを 100% 認めるわけじゃないんですよ。そこの規制改革の部分についてこれから議論が始まる。で今までは民主党政権の時の特区の場合には内閣府中心とした省庁間協議で決めていったから全然進まなかった。でも今回はだからそこに竹中さん の今回の特区のね、一番の肝は、特区は以前の特区と趣旨は同じですけども、誰がどのようにやるかっていうプロセスにこだわったわけですよ。いつも僕が言ってるその実行するための仕組みですよね、実行する仕組み。だからその実行する仕組みとして、特区担当大臣と首長と事業主が集まって、各省庁と、もうガンガンやり合うというような、そういう器を作ったところが今回の国家戦略特区の一番の重要な部分ですからね。だからそこのテーブルに乗っけた後はガンガン議論して要件とかそういうところを詰めていったらいいんじゃないですか。今ここで年収のところとかこっちが出したところで、やっぱり国の方から、いやそれはちょっとこうだああだって言われて、じゃあ年収要件こうします、ああします、これからだからそういう要件とか定めていったらいいんじゃないでしょうかね。だからプロジェクト型の特区ということで、今回そういうプロジェクトごとの特区になりましたから、それはそれで熟度を上げて、ああいうプロジェクトをしっかり出してやるっていうのはいいと思いますけども、本来規制緩和とかそういうものは一定のエリアの中で、こう規制緩和しますよってことをやりながら、そこに集まってきた人にその事業を考えてもらうっていうのが本来の規制緩和の趣旨だと思いますよ。自由を与えるってことでね。
この事業をやるためにここを改革してくれっていうのも、まあまあそれも特区なんでしょうけども、このエリアはこういう自由がありますよ、だから頑張ってくださいねっていうのも特区の考え方で、僕は後者の考え方ですけどね。あともう一点はちょっと哲学的な部分もあるかもしれませんが、はい、いわゆる労働法っていうのは税金とかと違ってやっぱりその最低水準はここですよっていうのが多分国が決めてる部分だと思うんですね。それをこう大阪だけ取っ払ってしまうとか、この部分大阪の御堂筋周辺だけその最低基準守らなくていいよっていうふうにしてしまうっていうのは、これはいいんでしょうか、考え方。それはだからあれ誰だっけ、朝日に出してた江南大学なんかの教授、あの人労使関係のなんかあれで労働法についてのあんまり勉強されてないんじゃないでしょうかね。もともと労働法っていうのがどういう形で発生してって強行放棄になったかっていうことを考えればね、もともとは任意でやってたわけじゃないですか。で労使間の力関係っていうものがアンバランスだからここで強行放棄にしたわけでしょ。そしたらその強行放棄っていうものをね、もうありとあらゆる国民に全部適用する話なのかってことですよ。さあ殺人とか他人を害するような話とかだったらね、これはもう当たり前で強行放棄で、それは被害者の方が同意してたとしてもこれは同意殺でアウトにしますけどもね、労働法っていうのはもともと労使のそのバランスが、それは使用者側の方が圧倒的に力が上でしょうっていうところから強行放棄に持ってったわけですから、まあ能力があって自分は別に使用者側とね、こう相対するときに自分は全然その低い立場にありませんよっていうような労働者がいるんだったら、あえてそこに強行放棄なんか持っていかなくてもいいじゃないですか。じゃあそんなこと言い出したら、それは使用者とその労働者の関係とは違うっていうふうに言われるかも分かんないですけど、新聞社だってフリーランス、新聞社出してないのかな、フリーランスの記者とかなんかそういうところなんかもうバチンって契約切るじゃないですか。そんなのはタレントさんだってそんなの明日どうなのか分かんないですよ。テレビ局だってそれは番組に来てるタレントさん、はいもう番組打ち切りです、終わりです、はいさよならなんていうこともよくやってるじゃないですか。もちろんそれはだから労働者とタレント個人事業主っていうのもそれは概念的には区分けはしてますけども、よく似たもんですよそんなのは。だからもうそこはだからそんなもう建前的にこの労働者を絶対守ってそれは強行放棄だっていうんじゃなくて、ある意味能力が高くて1000万以上の収入で、要はこういうふうになってくるとより個人事業主に近づいてくるわけです。でも個人事業主に近づいてくるけれども、あくまでも使用者と労働者の関係の指揮命令に服すっていう関係もある中の個人事業主に近づいてきたということになれば、それは労働法制そこに全部適用しなくてもいいんじゃないでしょうかね。番組のタレントさんだってそれは建前ではタレント個人事業主だから番組に明日も来なくていいって言われたらもうそこでアウトですよ。でも番組の中で、番組とそのタレントさん指揮命令がないかって言ったら、それは微妙なとこですよ。それは完全個人の事業主かって言ったら本当にそうなのかっていうところも、まあそこの境界線のところを探りながら、何でもかんでも労働法を適用っていうことでなくてもいい、エリアがあってもいいんじゃないでしょうかね。もう結局今日本全体がそんなんだったらダメですよ。だからそのエリアの中でそういうことが分かった契約をした労働者の人がそういうことができる。でまたそういうことを狙って、高額な報酬を稼ぐようなそういう人材を求めてる企業が集まってきたら、一回この企業で首切られても隣のところに行こうとかね、そういうことがある世の中、いやそういうことがあるエリアがあってもいいと思いますけどね。あ俺ここで首切られたけど女隣のところに行こうとかね、自分の能力でやっていく。でも日本社会全体がそれだった問題だから、あやっぱり疲れたなと、普通にやっぱり労働法制で守られたい、給料は低くてもいいから安定した労働法制に安定した生活を送りたいっていうんだったら、また大阪の中でそういう別の企業に就職すればいいわけですから、大阪全体を全部そういう企業と労働者の関係にしようっていうわけじゃないんでね。ただその国の方も今その800万円とかってのを出しながら秋頃に結論をというふうに進めていると思うんですね。それを待ってからというのじゃ遅いということ、やっぱり大阪だけでも先にトップでやった方がいい。国のやつはまだ緩いですよ。だからあれは日本全国でやろうとしてる話でしょ。だからどうしても緩い話にならざるを得ないと思いますよ。800万円で緩和されるその要件というものも、まあまあ日本全国でやるような話なんでね。もっとだから激しく国際競争の中で、生き残っていく、もうそれは日本国内でやってたらもうやれ、
格差是正だどうのこうのと言ったって国際社会に出ればそんなこと言ってられないんですからね。そういうところでやっていくような企業とか労働者が集まってくるようなエリアがあってもいいと思うんですけどね。でそれに疲れたらもうそういう世界じゃないところで、安定した生活を送ってもいいじゃないですか。だから選択肢をきちんと用意してもいいんじゃないでしょうかね。あとは個人が選ぶかどうかなんですからね。わかりました、ありがとうございました。質問なかったんですけど、ABC の木原さんに、今回 の 通常収支不足額の推移は、これはぜひ見ておいてもらいたいんでね、予算でね、最初535億からスタートして、結局収入の範囲で、くべなかったじゃないかって言われて、で僕ももや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 言ってましたけど、今回237億まで詰めましたんでね。で戦略会議で財政運営のあれでちょっと発表しましたけども、今の財源配分段階で237億まで詰めて、またこれから予算編成やって確定しますけども、僕が就任したときに535億穴が開いてたんですけども、それが今237億まで詰まって、なんとか10年内ぐらいには本当の意味で の収入の範囲で予算を組むっていうところまでいけるかなっていうところが見えてきたので、これもまたきちっと予算編成 の発表の時には数字も見せますけども、まあ、確かに最初535億の穴が開いてたから、こんなので収入の範囲で予算組むなんて、なってないじゃないかって言われた時には、あちょっと今こんな状況だから、まあ予算組むからなんて言ってたんですけど、まあ、それが今237億円というところまで詰まってきているという状況です。それでは政務関係の質問に入りたいと思います。市長の公務の日程関係上15時半目処ということです。それでは質問ある者。読売新聞の清永です。安倍総理が、はい、消費増税について、はい、予定通りに、来年4月から 8% に増税する方針を固めたという報道が、いくつかあります。これは、日本維新の会の代表の、橋本、代表としてと、まあ、大阪市長として、まあ、地方に、地方に回ってくる分も、増税の中に含まれてますけれども、その両方で、受け止めというか感想をお願いできますか。まあ、3党合意で決めたことでもありますしね、財政再建という点ではやっぱり国民の皆さんに負担を求めなければいけないということはもう間違いないと思います。ただ、ここまでの重大なこう結果をもうこれは本当に安倍首相のなんていうんですかね、人生最大の決断を迫られているときに本当に納得した上での、結論をしてもらいたいなと思いますけどもね。もうメディアからいろいろ言われたとか、もう多くの人に言われたからそうしちゃったっていうと、失敗した時に絶対悔しいんでね。で、やっぱり最後失敗した時に自分でこうもうそれでも仕方がないやっていうふうに思うのは、まあ、他人のいろんな意見にこう振り回されることなく自分がもう納得した上でもう自分の責任で決めたということになれば、仮に失敗したとしても、まあ、世間からどんだけ批判を受けようが何であろうが最後棺桶入るときには、まあ、あれはもう自分で決めたんだからもう仕方がないやというのを思いますけども、なんか周りに流されてこう決めたということになると棺桶入るときには悔やんでも悔やみきれないのでね。だからここまでの決断をこう迫られるっていうのは、まあ、本当にこれ首相だからっていうところはあるんでしょうけど、まあ大変なやっぱり仕事だなと思いますね。だから僕だったら結構天の尺みたいなことをやって、世間が言われてることと反対のことをやって、まあもうそれで失敗したんだったらまあしょうがないよねっていうふうに思う、そうやって納得させるようなやり方も
時々取りますけどもね、まあ、そういう意味で安倍首相としてはもうこればっかりはもう安倍首相の、判断一つで、日本のある意味行く先がこう変わってくるところもあるんで、まあ、最後は安倍首相一人に全部責任を負わせるのはこれはひどい話でね、僕は失敗もあるというふうに思ってますから、まあ、失敗した時に最後、仕方がないやって納得できるような判断をしてもらえたらなというふうに思います。まあ、だってここまでデフレ脱却で大号令かけてこうやって上向きになってきてるわけでしょ。これ周りからこんだけ言われて決まってるからとか、まあ、読売新聞だけは急になんかわーっと社説で方針変えて、8% 見送りで 10% の時に一気にやればいいっていうね、あれも一つの策だと思いますよ。でここまでどの道どっかで増税しなきゃいけない、ご負担を求めなきゃいけないっていうところはあるんですけども、ここまであれだけ日銀に対してのいろんな積極介入で批判も受けて日銀の独立性を害するとかもういろんなことを言われながら、それから大胆な金融緩和ではこれでもうとんでもない経済になるとか、金融緩和反対論者からもうアホボケかすとか言われながら、それでも自分の思いでこう進めて、実際に今経済指標が全部上向きになってるんだね。ここまでやってね、ここまでやったんだったらもう失敗したっていいんじゃないですかね。だからあとはもうなんか本当にもう納得できる自分の判断をやってもらいたいなと思いますね。なんか僕の性格だったらやっぱり天の弱的なことをやるかもわかんないですけど、まあすごい仕事だなっていうのを思いますね。安倍さん の総理大臣という仕事はね。代表ご自身は、消費税の地方税化っていうのを、維新の会として訴えられてます。まあ、そこはまだ、今回の増税では、政府側はもちろん検討しないで、その実行しない形なんですけれども、自民党では無理でしょ、やらないでしょ。でも多分ね、必ずそれ検討しなきゃいけないのが次の問題に出てきて、これ、安倍総理の方が、法人税の減税の検討に入りますよね。で僕はもうそんなさっき言ったようにターゲティングポリシーの考え方取らないから、実効税率をもう下げて広くみんなに自由を与えてっていう方針、方策だっていうのは思うんですけども、まあ、それをやろうとしても、じゃあ地方の法人税どうするのかって話が出てくる。で今自民党で考えてるのは、その実効税率の引き下げの前には投資減税で来てるでしょ。で固定資産税をなんか減税するとかいう話が出てるんですかね。そうするとこれ地方 の税源どうなんのって話になるんですよ。だからこれは消費税についてはある程度税源を渡して、その分固定資産税の減税とかそういうところをね、まあ、国の全体的なマクロなその視点でこう考えていく。だからこれ今投資減税だっていうふうにこれ安倍総裁言ってますけども、なんかその時に固定資産税の話が出てくるのはこれ一体誰が決めんのって話になりますけどもね。だからやっぱり地方と国と地方の税源のその整理っていうものは絶対に必要ですね。だから固定資産税ある意味国が自由に動かすっていうんだったらそれはそれでいいけれども、その分やっぱり安定的なね、消費税、その地域で取引が行われたことにおけるいわゆる応益税的なところはね、地方の方の税源にしてもらわなきゃいけないっていう、そういう理屈が多分投資減税の話、これ地方がみんな固定資産税の減税の話出てくると地方が反発するから、まあ、そこが一つチャンスになるかなと思ってますけどもね。塩別奥田です。堺市長選、今日曜日に告示されるということで、また改めてのことなんですけれども、維新にとって堺市長選の重要度というか位置づけでお伺いしたいんですが、国会議員秘書 もう何度も入ってということで、最大限力を入れるということでよろしいんですかね。まあ、それ毎回そうですよ。いや負けたらやはり医師にとっては 大打撃という意思はやっぱり意識は持ってますか。それはそうでしょうね。大阪都構想には行政的には影響はありません。これは大阪府市の法廷協議会ですから、この行政的に都構想を
設計図をこう進めていくことは影響ないですけども、これはもう大阪市長選の結果がどうであれ都構想の法定協議会は進めていきます。ただ最後決めるのはある意味政治的なところがあって、まあ、住民投票とかそれから法律改正のところっていうことになると、これはまさに自民党との政治的なその折衝の中で法令改正125やってもらわなきゃいけないので、そういうところにはもうものすごい影響するんじゃないですか。やはりそれは住民の意識として大阪市と堺市は違うとはいえ、堺市でやはり認められなければ大阪市で進める上でもやはり影響があると、そういうふうに考える市民も出てくるかもわからないですね。それはわからないです。だからそこはだからまた住民投票前の説明とかそういうところで僕らはきちんと訴えかけていきますけれども、それは堺市長選挙でそういう結果が出たらそれに影響される有権者の方が多くいらっしゃるっていうのは、まあ、事実だろうし、そう思っておかないといけないでしょうね。だから行政的には一切影響ないので、これはもう堺市長選の結果で、法定協議会が中止、法定協議会もう終わりになるとかね、多分自民党とかはもうやめろとかいう話になるんでしょう。それは関係ないよと、それはもう一度民意受けた中で行政的に進めてるわけですから。ただ最後の住民投票、この最後の住民投票にやっぱり影響してくるんでしょうね。あとちょっと、細かくなんですが、ダブル戦の時にも話になってましたが、その堺をなくさないというその表現についてですけれども、やはりどうしても堺市はなくなるんじゃないのかなという疑問が湧くんですけども、その堺がなくならないというのはコミュニティがなくならないという意味が どういう意味でおっしゃってるんでしょうか。だって地域は残ってるじゃないですか。じゃあ大淀区と北区が合区して大淀の地域コミュニティはなくなってるかってなくなってないですよね。だからこれはっきりさせるためにね、もうちょっとまだ法定協議会でこれ決める話ですけども、堺市とか大阪市っていうような名前は、これはだってある意味行政の市役所を主体としたその名称なんでね、そしたら空のところに堺とか大阪っていう名前入れたらいいだけの話ですよ。大阪北区とか堺北区とか、堺もし分けるんだったらせいぜい分けるとしても2つですから、多分分けるんだったら北か南なんでしょうね。分けなければ1つなんでしょうけど、まあ、1つになるんだったら堺区でいいじゃないですか。2つに分けるにしても堺北区、堺南区でそれでいいじゃないですか。堺っていう名前は残るじゃないですか。であとの地域名は今のまんまでいいわけですよね。で大阪のこの市内だって、まあ、区5区から7区に分けるにしても、まあ、大阪北区、大阪東区、大阪西区、大阪南区、大阪中央区とかね、名前なんかいくらでも残せますよ、行政上のそういう大阪市とか大阪府とか、まあ、あるいはこれ行政上の名前ですからね、何もでもな残せますけどもね。単に名前といえば小さいように思うかもしれませんけど、やっぱり市民にとってはそのどこに住んでるのということで大阪市とこったというのか堺市というのか、これちょっと結構大きいと思うんですけれども、例えば大阪5区堺を2つか3つということになって、その特別区が全部同じように7つ8つということになれば大阪と堺の区別っていうのがなくなりますよね。だからそういうことにはしないという考え方なんでしょうか。だからそれだけ名前がね、ただ特別区になったら今度特別区 の住民の皆さんが名前変えようと思ったら変えれるわけですから、まずは今の段階でその名前にこだわるっていうんであれば大阪北区、堺北区とかね、いくらでもできますけどもね。で後々のその特別区の住民の皆さんが、めんどくさいよと堺北区とかそんな名前嫌だって言ったら名前変えたらいいじゃないですか、その住民の皆さんに。だから今堺が必要だとか大阪っていう名前が必要だって言うんだったら、その名前をひっつけた形で区の名称を作ればいいだけの話なんです。区の名称で残します、それは。で、まあ、あとはいろんなところでまあ、もうタウンミーティングで言ってるから、まあ、記者の皆さん もうご存知かと思うんですけども、いやそれは今の大阪市民とか堺市民ね、地域はなくならない、じゃあ堺市っていう名前が、大阪市っていう名前がって言うんですけど、今の東京都民で東京市にノスタルジー感じてる人っているんですかね。いないですよ、そんなの。今の東京都民はみんなオリンピック絶頂の、オリンピックが招致が決定して、もう東京都民のこの、なんていうんですかね、シティプライドっていうものはもう最高潮に達してるんじゃないですか。その時にまあ、ぜひね、僕ね聞きたいのは、いや俺はやっぱり東京市民なんだと、やっぱり東京市っていうものがないとダメなんだっていうことを言ってる都民の人がどれだけいるかっていうことを聞きたいですね。だからこれは時代とともに、今は東京市とか大阪市とか堺市って言ってますけども、
ゆくゆくは大阪とかしっかりできれば、実は大阪都民っていう形でシティプライドを感じてもらえるような、僕はそういう大都市に将来持っていきたいからこれをやってるわけで、まあ、今の人たちはそれはまだ堺市とか大阪市にこだわってるのかも分かりませんが、それはね、堺の人にも堺市民にも大阪市民にも、東京都だって東京市があってね、で1943年からもう今67年とか何年た70年経った今、東京市にノスタルジー感じてる人がいませんよということを言っていきたいですね。でじゃあ東京市がなくなったからといって、東京の伝統文化がなくなったかといったら、浅草だってあるし、月島だってあるんだし、もう何でも全部昔ながらの伝統だって残ってるじゃないですか。単に東京市っていう、これ東京市っていうのは、まあ、ある意味東京市役所っていう意味ですからね、この名前にこだわることはあんまり意味ないですよってことをやっぱ訴えていくしかないのかなと思いますね。堺の伝統や歴史が、堺市役所がなくなったからといって、堺市っていう名称が変わったからといって、堺の歴史や伝統が変わるものではないと思います。ただそこにどうしてもこだわる住民の方がいらっしゃるんであれば、区の名称で残していったらいいと思いますよ。まあ、東京は首都ですし、まあ、60年何十年経ってるんで、それは今ノスタルジー感じる人は多分いないとはもちろん思うんですけれども、僕だって50年後の大阪考えてるんですもん、50年後の大阪の住民が大阪都民としてシティプライドを感じて、それこそ50年後のオリンピック招致したってことになったら、僕は大万歳ですね。そういうことを考えてます。だからもう1年2年の話をしてないから、この市議会での自民党とかそういうところとも議論が全然噛み合わないわけです。50年60年後に、それこそもう大阪市堺市なんてそんなのあったのって、思われるようなね、大阪都民がみんないてですね、でそれぞれ大阪市内に特別区があり、堺市内にも特別区があり、我ら大阪都民ということで60年後にオリンピックが招致できたら、それはもういいんじゃないですか。タウンミーティングでその堺をなくさないということをおっしゃってるのが、どうも竹山さんに対してこう堺をなくさないということを強調するがために言ってる、なんか言い訳のように聞こえてしまうんですけれども、じゃあそこは堺がなくなるって何がなくなるんですか。堺市がなくなるんです。それ名前じゃないですか。いやでも堺市はなくなるでしょ、塊としての堺市というのはなくなるという。だから先ほどね、大阪市と堺市というのをつければいいということになったんで、そこは大阪と堺の違いは出てきますけども、全部名前なくせば大阪の特別区と堺の特別区に区別がなくなるわけですよね。そこに意味あるんですかね。まあ意味感じる人のために大阪とか堺って名前つければいいですけど、そこにあという、だからそれを言い出し、まあそれを言ったら、まあ50年60年かかるのかも分かりませんが、その議論っていうのは東京に当てはめると、東京都でね、じゃあ渋谷区っていう時に東京市渋谷区、東京渋谷区ってつけるかどうかって話ですよね。そんなのいらんよってみんな言ってるわけじゃないですか。だから大阪の人たちにとっては別に冠で大阪とってついてればね、大阪市民にとってはもう冠で大阪ってついてれば、これ大阪府大阪市の方が二重だと思うんですよ。この時点でダブルでしょ。書くのめんどくさいじゃないですか、そんなの。大阪府大阪市ってもう大阪一つにまとめてくれた方がいいじゃないですか、名前の段階で。だから北区の人だって大阪と北区でもう全然問題ないと思うんですけどね。で堺の人たちが嫌だと、堺っていうのを住所にどっか入れたいって言うんだったら、空の手前に堺ってつけたらいいんじゃないですか。大阪は偶然名前が一緒なんでそんなに抵抗はないのかもしれませんけど、うん、やっぱり堺の人はそこはちょっとこだわってる人は多いと思うので。いやだからそれはあくまでもナンバープレートの話でね、そこにこだわるんだったら空のところに堺って入れたらいいじゃないですか。区や特別区の名称のところに全部堺って入れたいんです、もうそれで解決だと思いますよ。でもし1区だっていうことで、80万の単位で、1区だっていうことになればもう堺区になってしまって、それも単に堺市っていうのが堺区になるだけですからね。で2区にこうなるんだったら、それは堺北区堺南区で、まとまりがなくなるといっても、そのまとまりがだからあと必要かどうかですよね。別に堺北区でまとまってるんだったらそれでいいじゃないのと。だって堺市でまとまってるといっても、その中には今7区行政の単位があるんですよ。もしこんなまとまりなんていうのは非常に見えない、あんまり意味のない行政上の単位であってね、住民の皆さんはそのまとまりって、こっからが堺市でこっからが別だとか、そんな意識して生活してないと思うんですけどね。だから名称で堺北区堺南区ってなれば、堺にこだわる人にとってはそれで解決だと思うんですけどね。
だから亡くなる、堺が亡くなるっていうのはこれはずるい主張で、何が亡くなるのか言わないんです。だから堺市っていう名前がなくなるっていうんだったら名前はつけますよで終わりじゃないですか。堺のコミュニティがなくなりますよっていうのはコミュニティはなくなりません。堺の伝統がなくなりますよって言ってもそれは東京見てください、何にも伝統なんかなくなりません。なくなるもんないんですが、まあ、だから唯一言ったら今言われたあの名称ですよね、結局名前ですよ。だから名前はじゃあ残しますっていうふうに言ってるんです。じゃあ今の意向としてはとりあえず名前は残します、名前は残します。だから堺は何にも残ります、あの何にも消えません。わかりました、はい、ありがとうございます。で、あとは特別区の皆さんに名称をどう決めるか、特別区の皆さんに決めてもらえばいいんでね。朝日新聞の佐古です、はい、あの先ほどその今回の市長選の結果が、まあ、住民投票と法令改正には影響を与えるかもしれないけれども、うん、その法提供を進めていく話でしたが、はいはい、法提供の議論に市長選の結果が影響する可能性というのはないと思いますよ、はい、あの公明党は今日はあの自主投票を主張に決めたということですけれども、はい、今回の選挙の結果自体結果次第で法提供での公明党の態度に影響するという考えはないと思います。だってこれは大阪市内の選挙で決めてきて進めていることですから、大阪市と堺市は全然違うんだよね。だからもう全くこれはあの影響ないと思います。大阪市長としては僕が当選したんですから。ちょっともう一点お尋ねなんですが、タウンミーティングで確か2度ほどあの都構想のデメリットはないのかという質問があったかと思うんですが、そこでまあ基本的にはないと、まあ、あえて言えば共産党の首長が可能性、まあ、そういう話だったかと、区が増えればね、増えればその分だけ可能性が、はい、まあ、でも基本的にはないという話だったかと思うんですが、でもその物事大きなあの改革をしようと思うと、まあ、公募公庁でも消費増税でもそうでしょうけど、メリットもデメリットもある中でメリットの方が大きいと判断してそっちに進むということが一般的かと思うんですが、要はデメリット何もないと言ってしまうと、あの本当にないのかなとむしろ不安になってしまう人もいるんじゃないかと思うんですが、今、まあ、堺は設計図これからですけれども、パッケージ案詳細なのが出ている中で、あの市長として何かデメリット感じているところはあのないでしょうか。あるとすればいや、ないです。だって組織改編の話ってメリットデメリットを比較して決める話じゃないですよ。よりその戦略的な目標を達成させるための組織がね、よりベターなのはどれなのかっていうことだから、今回の議論がやっぱり僕法提供でもねちょっと議論修正していきたいっていうのは、この特別区設置についてだけメリットデメリットって議論しますけど、普通ねこれ組織のこの再編やるときに、だからまあ皆さんだってまだ記者だからそれ分からないのか分かりませんが、経営陣に入ったときに朝日新聞のじゃあ組織改編するって言ったときに、その時の何ですか、編集部と何とかを統合するとか販売店を何かこうするっていうのはメリットデメリットの比較でやるんじゃなくて、自分たちの決めた経営方針を実現するために最適な組織はどれかっていう議論なんだね。メリットデメリット議論じゃないんですよね、これ。最適な組織を選ぶときに何か支障があれば、あの、まあ、取りやめることもあるかと思うんですけれども、まあ、それ金かかるとかそういうことであれば、それは比較は戦略目標を実現することとの比較で、これはやっぱり金かけすぎだよねとか、そういうことです。だからあの今ある制度と新しくやる制度でのメリットデメリット比較じゃなくて、実は組織再編というのは戦略目標を実現するためにどんな組織がいいのか、で戦略目標というのは民間企業の場合にはこれが利益ですからね、この利益を達成することよりもコストがかかるということになったらやめるんでしょう。でも以前の部署と新しくやろうとしている部署の間での、ね、コスト比較なんかやらないですよ、こんなの。だからまあこればっかりはね、やっぱりなかなかその経営に携わるっていうのは、それは日本の国内でも経営トップに立つっていうのは数少ないから、組織の中で働いてこうやるとね、その組織再編っていうものはどういうことなのかってあんまりそれは感じないでしょうけど、まあでも論説委員も経営者じゃないのか、でも組織再編するっていうのは、あの目標を達成するために組織をこういじるわけですから、その時のメリットデメリット比較っていうのは以前の組織とのメリットデメリット比較じゃなくて、目標を達成することとその組織をいじることとのその比較っていうことになるんですよ。で明らかに大阪のこの今打ち立ててる戦略目標っていうのは、その GDP を実質 2% 上げていこうとかね、そういう戦略目標であって、それはこちらの方で組織をいじるのに、コストが若干かかったとしてもね、大きな目標を捕まえていくためにはこっちのコストってのはそれは当然だよねと。ただ今回はその時のコストもね、その時のコストも
新規のニューマネーをどんどん投じるんじゃなくて、業界努力で新規のイニシャルコストはいくらでも吸収できますよっていうところは完全に見せれました。だからイニシャルで700何十億とかなんかそれぐらい必要だってことになっても、それはもう今やってる業界でこのコストは吸収できますと。じゃあこの戦略目標を実現するためにね、組織が最適かどうかっていうところを検証すればいいわけで、今の大阪市と新しい特別区設置の中でメリットデメリットなんか議論したって何にも意味ないんですけどもね。その大きな戦略目標のところで、まあ、GDP 云々っていうのがある、まあ、そこに行くために当初の時には、まあ、8000億7000億4000億いろいろ、まあ、浮かせるという話もあったかと思うんですけれども、まあ、そこまでの数字が出てこないというのは分かった時に、まあ、またいや、それは削減効果での話でしょ。でも GDP であって 2% 成長といったら大阪全体でこれ、何千億のプラスの経済効果になるんですか。だからそっちを取りに行ってるんだね。まあ、その知事とも今日話をしてね、あれ2つ合わせた予算で、何取ったんですか知事。最初は8兆円ぐらい予算あるから、5%の4000億で、まああれ大方針で捉え方ですけども、4000億っていう数字出して1000億、まあ、ある程度見えてきたっていうのはこれはどうなんですか、成功じゃないんですかね。僕は業界としては大成功だと思いますよ。別に積み上げたわけではなく、大体これぐらい目指そうよって言って、あれ4000億やって蓋開けてね20億でしたって、これシャレにならないですけど、まあ計算もしない中で、まあ、政治的な大号令でこれぐらい目指そうよって話をして蓋開けてみたら毎年1000億のある意味業界効果が出てくるっていうのは、業界としてはこれ以上の成功事例ないと思いますよ。だからあの時だから知事に今日言ったのはね、あれ4000億って言ったのはあれ1年の話なのかね、10年間で4000億って言ったらもう達成してるじゃないですかと、あ10年間で4000億でいいんじゃないですかって言ったら、いや俺1年で言っちゃったからなとか言ってましたけどもね、録音されてるからそんなの今更なんて言って、いや多分ね僕の記憶では1年って言ってないんですよ知事は、ね、だから今から10年間って付け加えたらどうですかって言うんですけども、知事はもう正直もんですから、それは俺は余裕はんって今日言ってましたけどもね。でもまあそんな話ですよ、最初知事が打ち立てたあれはもう組織に対する大号令なんですから。でもそれで1000億いったっていうのは僕はもうまあそれなりによく職員頑張ってくれたなと思いますけどね。先日の統合本部会議の時に、まあ、もっと広い視点で の効果の見える化という話がありました。それは作業進んでますでしょうか。いやだからそれはまず戦略目標でね、この間統合本部で指示を出した大阪のじゃあ戦略も、これ産経新聞の正論も読売もね、必ずこれ担当者が変わった時にはこういう話になるんですけども、行き先を示せとか着地点を示せって言うんですが、もうそれ示してるんですよ。だからそれがないからこんないつもこんな批判を受けるんで、僕は大阪知事時代から作ってきたこの大阪の戦略目標をまずまとめてくれって言ったら、主だったものだけどもファイルこれぐらいになってましたの。大阪の成長戦略とか観光戦略とかそういうものを含めてね、それを常に横に置いて議論しないと、この特別区設置の話だけでメリットデメリットとかいう議論になるからおかしいんですけど、組織の再編やる時の経営陣のそんな経営陣の議論ってそんなんじゃないですよ。こっち側に戦略目標を置いて、これを達成するためにはじゃあどんな組織にしなきゃいけないのかと、これを達成したらどれぐらいの効果があるのか、まさにこの戦略目標の効果をしっかり見て、でその効果を生み出すためにね、組織をいじったらこんだけのコストかかりますよと、あこれちょっと金かかりすぎだな、まあ、要は100万円の利益を生むために500万円のコストかけたらこれはダメだよね、そんな判断ですからね。でこっちの戦略目標の方はかなり大胆な成長戦略を打ち立ててるんで、まあ、大体これを本当に実現したらどれぐらいの話になるのかということをこう見ながらね、これを実現するための最適な組織は大阪都構想で、ただそのためにはイニシャルの経費がやっぱり600億とか700億かかる、でもこれは現金を投じなくても毎年1000億円の業界効果が出てくるんですから、そこで十分吸収されますよねっていう、そういうロジックです。だからメリットデメリット論をね、本当はもううずうずしてて、あれメディアにも言いたくてもツイッターで書くのがしんどいから何でも書いてないですけども、なんで現行の組織と新しい組織の間でメリットデメリットってことをうじゃ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 議論してるのかよく分かんないですけどね。
組織をいじるっていうのはその大方針とか大戦略を実現するための組織再編なんだよね、手段なんだよね。以前の組織とこっちの新しい組織をやった時にこんだけの節約効果が出ますよ、そんなため の, あの組織再編なんてこんだけ労力かけてやりません。まあ、要は言ったらオリンピックを呼びましょうよと。でオリンピック呼んだらもうあれだけで、いろんな試算では3兆とか4兆とかなんかそんな話が経済効果が出てるわけでしょ。でそれプラス、インフラ整備とか言ったらこれまた2桁兆とかなんかそんな話になってるじゃないですか。じゃああれ取りに行きましょうよと。まあ、簡単に言ったらもうオリンピックが今こういう話になったらすごい分かりやすい主張になったなと思うんです。オリンピック取りに行きましょうと。じゃあオリンピック取りに行くための大阪の行政機構はどうあるべきかって考えたらそれ大阪としかないでしょって話になるんです。だから大阪とやるために640億っていう金がかかりますねと。でもオリンピック取りに行ったら4兆円なんだったらね、640億ぐらい金かけたって4兆取りに行ったらいいじゃないですかって、こういう議論なんですよ。だからその時に大阪市と大阪府でこんなやった時に人件費がこんだけだとか、施設を2つを1つにしたらこんだけ節約効果になりますって言ったら、こっちのオリンピック取りに行く話っていうのが全然ないですからね。オリンピック取りに行くのに今の大阪府と大阪市と堺市のままでできるなんて、こんなバカなことを言い切れる人なんていないと思いますよ。絶対に無理です。これはオリンピックはかなり大きな日かと思うんですけど、もう少し身近な例と何か。いやでもオリンピックはまあ一番分かる、まあ、それはだからあの成長戦略の中に書いてあることですよ。それは朝日新聞の染田です。2点あって、1点目はあの昨日の竹山さんというか、まあ堺は一つという集会に、まあ、井戸知事が来られてですね、発言の中でその関西広域連合の連合長として仲間である堺市をなくさないということで、まあ、市長これまで市長というか、まあ、あの大阪市長として関西広域連合というのは行政機関であって、まあ、政治団体じゃないということを言われてきたと思うんですが、これ連合長としてという発言、これ松井知事今日朝、まあ、政治家でもあるんで、まあ、自由に発言してもらっていいんじゃないかという考えであったみたいなんですが、市長それは間違った発言でしょ。大阪市長でも記者に問われましたけども、いや連合長としての責任って言ったら、じゃあ関西広域連合で堺市をそのまま残すっていう決定をしたのかってことになるんで、これは完全に井戸知事は間違った発言だと思いますよ。兵庫県知事とかね、そういう話だったらもう兵庫県知事で決めたっていう、兵庫県で決めたっていうんだったらそれでいいですよ。兵庫県の方針として堺を残すっていうのを決めたんだったら、兵庫県知事の責任としてっていうのを言ったらいいけども、関西広域連合ではそんな機関決定やってないので、これはもう完全に間違った発言だと思いますけどね。だから政治家としての意味といっても、それはでもやっぱり関西広域連合の構成メンバーに僕らが入ってるんでね、僕が政治家として大阪市長の発言をして大阪市職員がそれに従うって話とはちょっと違うと思いますよ。今後広域連合委員会とか議会で問題にしていく可能性ってなりますか？いやめんどくさいからしないです。あまり別にその発言があったからといってなんかこの選挙に影響があるわけでもないですし。あともう一点だけ、西林さんの公約、まあ、これ基本的に堺というかまあ選対が作っているので、その代表自身がおさらいとしてどこまでおさらいしているかはあれなんですが、ただ都構想の実現って一番 のキーポイントのところに水道事業の一本化で上下水道料金の値下げって書いてあるんですが、これやっぱり知事時代から水道をやってきた市長にしてみると都構想と水道は関係ないというのはこれはお分かりだと当然思うんですが、それをこうあたかも都構想が実現すると水道料金が下がりますよみたいな書き方をするのはちょっとやっぱりこれはまやかしじゃないかなというふうな気がするんですが、いやだから都構想というのは特別区設置の話だけじゃないですからね。だからそこにまた縛られてるんじゃないですか。ただでももし堺市長西林さんになられても、広域連合じゃない企業団をまとめていかないと当然一本化はしないし、値下げっていう話もそう簡単にできないっていうのも今回の大阪市の入る入らないっていうので、だから西林さんが一本化に向けて努力してくれるんでしょ。だから公約なんじゃないですか。だからやっぱり、竹山市長はまあそこまで、結局できなかったけど西林さんはやっていくっていう、そういう公約なんじゃないですか。さあ公約なんですか、そういう方向性を目指しますよってことなんでね、そんなに簡単に水道料金下げられると思われますか、その企業庁が。じゃあ政治家の公約ってどういうことなんですか。そうしたらみんな
そこは何遍も言ってるけれども、原発ゼロだって掲げるの、掲げろ掲げろって朝日新聞も言ってますけど、そんな簡単に原発ゼロなんかすぐできるんですか。でそういう時には原発ゼロ、ゆえゆえゆえって言って水道料金値下げっていうところまで言っちゃいけないんですか。いや、ただ例えば原発だとしたら、まあ、市長は工程表とかですね、そうですね、ということを言われ、ただこれは工程表を作ろうにもそれこそ40年50年とか、じゃあどうやって42市町をまとめるのかって、これいやだから僕自身が工程表作りとかそういうのをちゃんとやらなければいけないねとか言われるのは、言うのは分かるんですけど、朝日新聞の方からこれは工程表がないとか難しいじゃないかって言われるのはどうなんですかね。だって原発ゼロも言い切れっていうふうに言ってたんですから、工程表なくても、だからそれぐらい言い切ったって拍手喝采いいんじゃん。原発ゼロってもう工程表なくても言い切れってもう言ってたじゃないですか。市長としてでも工程表あってこその公約という考えかなとは思ったんですが、まあでも市長としてそれで堺市長としてやるっていうそれぐらい の話であれば、だって工程表を作るって誰が作るんですか。役所が作れないじゃないですか。いつも言ってるじゃないですか、工程表を作るっていうのは体制を整えてから工程表を作るんで、堺市長になって堺市役所を動かせるようになったら工程表作りに入ったらいいんじゃないですか。まあ、この質問も含めてなんですけども、どうしても今回の公約を見ると、その LRT にしても鉄道整備にしてもこの水道料金にしても、こうすごく聞き心地のいい言葉が並んでいてですね、まあ参院選の時も高齢者の医療費負担のことを言われてましたけども、やっぱり維新っていうのはその厳しいことも言って、お年寄りの前で高齢者の医療費負担を上げますって言ってこその維新だっていうことを何度も言われてたと思うんですが、この辺どうして今回はこうやって見下がりのいい言葉が並んでしまってるのかなという。いや、そんなことないじゃないですか。だって大阪都構想がみんな争点だってみんな言ってるじゃないですか。だからあとは堺市のことは堺市で決めてもらったらいいんですよ、だからそれやるっていうんだったらいろんなところ削って、やってもらわないといけないんでしょうね。で LRT が必要だっていうんだったら、それは堺市で必要だっていうんだったら、まさに堺で決めてもらったらいいんじゃないですか。だからそれに対して批判があれば応援は受けないだろうし、そこはだから僕に聞かれてもそれはもう堺市長の候補者の方に聞いてもらわないとですね、堺の公約なんて僕の関与することじゃないですからね。もちろん細かい公約どうなんですかっていうつもりはないんですが、都構想一本でぶつかり合うんだったら分かるんですけども、なんとなくこう有権者を引き込むために、まあ、結局そのこの LRT を出したことで僕も取材しているとやっぱり西林さんに固めている人とかっていうのもやっぱりいるんですよね、実際堺市に。そういうこうなんかに人参みたいなのをぶら下げてやる選挙っていうのが維新としてどうなのかなという気がちょっとするんですけど。いやだって堺にとって必要だっていうのに判断したんでしょ LRT が。僕は重要だと思いますよ、LRT によるまちづくりっていうのは重要だと思うし、これからの大阪都構想を考えても重要だと思うんで、後の財源はだから捻出してもらわないとね。その辺は一市長としてそういう財源とかをどうやって作るのかっていうのをもっと詳細に説明すべきだというふうには思われませんか。どうやってじゃあこれをやっていくのかっていう。竹山さんもそこまでのなんか話してるんですかね。まあそれはどちらのことにも言えるかもしれませんが、だから何でもかんでも物事そんな 100% ね、神様じゃないんだから、あれやれこれやれって 100% やれやれって言ったってさ、人間でやっぱりできる限界あるんですよ、そんな。だからもうちょっとね、人間社会って懐広いよねっていうような感覚を持たないとダメなんじゃないですかね。だから都構想のことをギリギリ詰めて、今そこを一生懸命いろいろ住民から求められて、説明求められてこういうふうにやってね、でそれは財源から何から全部出せ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 って言われたらそうだけれども、行政機構も何にも使えない中でね、計算から何からそれはできませんよ。今の日本全国の首長選挙はそういう状況じゃないですか。で原発のゼロの話だって出せ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 って言ったってそんなのできっこないんだから、行政機構を使わないと。だから LRT っていうのは竹山さんはやらない、でも西林さんはやる、ここである意味方向性が出るわけじゃないですか。あと金の作り方とかそういうのはね、それはやるって決めた以上それに向かって役人に知恵を絞ってもらって、金を生み出すのか、堺の今のは市債残高が実質交際比率が 4. 何パーとかそんな低い状態なんでね、まあある程度記載やってもいいっていうふうに判断するのか、今回の要は争点についてしっかり訴えかければいいわけで、それ以外のところまで完璧に整えろと言ってもそれは無理ですよ。で日本全国の首長選挙がそんなのかっていったらそうでもなくて、今回の堺市長選挙は都構想のこの問題だけでも稀に見る争点が明確化したね
堺市長選挙で、しかもその説明については稀に見るあの説明責任を果たしている選挙だと僕は思ってます。他の市長選挙と比べたら、だからそれ以上に全部出せ全部出せっていうふうに言われても、それは人間がやることなんで、そこまで完璧にはできないですけどもね。または有権者の皆さんの判断ですけど、それはもう完璧を求められたらそれは全部整えて全部出さなきゃいけないんですけども、普通に政令市の市長選挙を見てここまで争点がはっきりして、いろんな質問が飛んできてそれに答えてる選挙っていうのは他の政令市の市長選挙と比べてもかなりレベルの高い選挙になってると思ってますよ僕は。まあ、あの都構想については説明されようという姿勢は分かりますけど、まあ、取材をしていると市民の中でも、まあ、都構想もそうなんだけど実際交通がどうなるんだろうねってことも話してほしいということが声が一定数あるっていうのはちょっと、いやそうです、はい、だからそれは LRT をやりますよってことで方向を出したわけじゃないですか。分かりました、はい、今ので1点だけ甘くない公約を言ってるのかという質問に対して、ええ、そんなことはない、大阪都構想が争点だと正面から言ってるというのは、堺で大阪都構想を争点に選挙するのは不利だという認識はお持ちなんですか。厳しいこと。いや厳しいですよ、むちゃくちゃ厳しいですよ堺で。それは堺に限らず大阪市内でも厳しいですよ。それはだってなくなるっていうことに対して の強烈なその反発心というのはほぼどこ行ってもそうですからね。これはもうむちゃくちゃ厳しいです。だから一番楽な選挙やろうと思ったらこんな都構想言わなかったらいいんですもん、何にも言わずに。で西林さんが当選してから進めていったらいいだけの話でしょ。だから今言った厳しいことを言わないとかなんとかっていうのは、まあ今ちょっと助け舟を出してもらったところもありますけど、そういうことですよ染谷さん、一番厳しいことを言ってるんです、助けたと思そんな一番大変なこと言って、これは隠そうと思ったら別に隠してもやれたわけだけど、隠さずにやってるってね。じゃあ逆に厳しくと堺市民は都構想を望んでない世論だということを認識してるということですか。半分ぐらいはだから今そうなんじゃないですか。世論調査なんか見ますとね、それは固定電話の世論調査、読売の世論調査、産経の街角アンケートを見ても一定の数で、反対論者がいることはもう間違いないです。でも僕は今のこの状態だったら絶対にきちんと説明すれば理解してくれるというふうに自信持ってますので、まあ、真正面から都構想を訴えていきますけどもね。デメリットはないけど厳しいということはやっぱ誤解しているという誤解です。だって堺がなくなるっていう、それは強烈なメッセージ流れてます。堺がなくなる、それから税金が吸い上げられる、堺のことは堺で決める、全部これ嘘800ですから、これそっちのメッセージの方がやっぱ強烈ですもん、だからそれこそ LRT のこんな財源問題とか、あと LRT って何でしたっけ、掲げてるのは人参は何になってるんですか、 LRT と町の再開発ですか。まあもうこんなのは都構想の話に比べたらまあまあまあっていう感じじゃないですか。一番だってなら都構想隠しながら選挙やるのが一番楽な話ですからね。そうです、三原で市長は三原まで電車が来るかって聞いた、東京が来るかっていうと、市長は確かにそのこれからの議論検討でね、ただその馬場議員とか西林さんのやり取りを聞いてると、多分あそこにいた人はうちに来るのかなとなんかこう思ってしまう、なんかそういう雰囲気を受けてるような気がして、そこがなんか危険なような気がする。それだったら堺なくなるのがもっと危険じゃないですか。堺なくなるとか税金吸い上げられるとか、堺はなんか忘れちゃいましたけども、そういう言い回しの方がだからそれも相対評価じゃないですかね。僕らはそんな決して嘘偽りは言ってるつもりないし、検討だよっていうところは検討だしね、まあ財源問題は不明だって言われたらそれはそうですけど嘘は言ってないですし、まあそれは役所で、検証してもらう。でだって現に木原市長の時にはそれをやる計画だったんだからできてたんでしょ、要は。わかんないけどね、でもそこはまあ確認はしますけど、そうですよ、だからいいロジックで維新はやっぱりね不利なことを言ってるんですよ、都構想という、全然人参は掲げていながら人参以上に苦玉をもう大きな苦玉をみんなに堺市民にこう渡してるっていう維新スピリットそのものですね。いいですかね、はい。